厚生労働省は日本の行政機関の一つ。健康、医療、子供、子育て、福祉、介護、雇用、労働、及び年金に関する行政並びに福音、戦没者遺族等の援護、旧陸軍、海軍の残務整理を所管する。日本語略称は厚労省。2001年1月の中央省庁再編により、厚生省と労働省を廃止、統合して誕生した。 予算規模は中央省庁の中で最大である。厚生労働省設置法第4条は、計111項目の所掌する事務を列記している。具体的には、以下の事項に関する事務がある。内部組織は、一般的に、法律の厚生労働省設置法、政令の厚生労働省組織令及び、省令の厚生労働省組織規則が、階層的に規定している。 当省の施設等機関は以下の8区分がある。国立児童自立支援施設及び国立障害者リハビリテーションセンターは官令上国立厚生援護機関と総称される。検疫所厚生労働省検疫所は以下の13検疫所のもとに14支所と80出張所が置かれている。フォースも参照。国立ハンセン病療養所。 国立児童自立支援施設地方支分部局は地方公正局と都道府県労働局の2区分がある。都道府県労働局は47各都道府県に一つ設置されている。地方公正局都道府県労働局ふとじは人事ブロック機関局主管する独立行政法人は2021年4月1日現在以下に示す通り中期目標管理法人10。 国立研究開発法人7の計1 7法人である。また、国土交通省主管の水資源機構は、水路事業部を厚生労働省、農林水産省、経済産業省ともに共管している。行政執行法人は所管しない。国立病院機構は、以前は役職員が国家公務員である。 特定独立行政法人であったが、独立行政法人通則法の改正法施行に伴い、2015年4月1日から中期目標管理法人となり、役職員は国家公務員ではなくなった。主管する特殊法人は2021年4月1日現在、日本年金機構のみである。旧社会保険庁の後ろ身にあたる。 特別の法律により設立される民間法人には2021年4月1日現在以下の10法人である。以前は労働基準局所管の工業、労働災害防止協会があったが2014年3月31日に解散した。特別の法律により設立される法人には健康保険組合連合会、全国健康保険協会、 国民年金基金連合会及び、船員災害防止協会の4法人がある。船員災害防止協会は、国土交通省との共感である。任意団体には、総合型健康保険組合の連合体である、総合健康保険組合協議会がある。2020年度一般会計当初予算における、 所管の歳出予算は33兆1379億6852万5000円。歳出予算全体ののおよそ3割を占め、国の行政機関の中で最大である。機関別の内訳は以下の通りである。経費別には、国の一般会計歳出予算のうちの社会、保障関係費35兆8607億9693万8000円の大部分を、 所管歳出予算に計上している。社会保障関係費の内訳は、年金給付費12兆5231億7051万6000円、医療給付費12兆1546億224万円、介護給付費が3兆4991億8499万5000円。 生活保護費等社会福祉費が4兆716億3510万4000円などとなっている。主観する一般会計の歳入予算は6584億594万1000円である。その大部分は弁償及び返納金6444億7622万7000円である。独自の項目としてアヘン売り払い代があるが、 2021年度においては、計上されていない、労働保険特別会計を所管し、内閣府と年金特別会計を共管している。また、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、 環境省及び防衛省所管の東日本大震災復興特別会計を共感する。労働保険特別会計は、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に、年金特別会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定、子ども子育て支援勘定及び業務勘定に区分して、経理されている。 一般職の在職者数は2020年7月1日現在で3万1550人である。内訳は本省が3万1550人、中央労働委員会は92人となっている。行政機関職員定員令に定められた定員は特別職1人を含めて3万3414人である。本省及び各外局別の定員は 省令の厚生労働省定員規則に定められており、本省33,314人、中央労働委員会100人と規定している。2019年7月26日に、年度途中での異例の28人の増員がされた。これは、輸出先国の規制に関する相手国との協議や、輸出のための施設認定の迅速化などを図るための、もので、 食品監視安全課に14名、地方厚生局に12名、国立医薬品食品衛生研究所に2名が配置された。2020年5月13日に、本商店員が2021年1月31日までの期限付きで40人増員された。これについては、厚生労働省の公式な発表は確認できないが、 官報に掲載された行政機関職員定員令等の一部を改正する政令のあらましでは新型コロナウイルス感染症対策を推進する体制を強化するためとなっている2020年6月16日に本省定員が1281人増員されたこれについては厚生労働省の公式な発表は確認できないが 官報に掲載された行政機関職員定員令等の一部を改正する政令のあらましでは、現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、厚生労働省の体制を強化するためとなっている。2021年度の予算定員は、特別職が21人、一般職が23,416人の計23,437人である。これとは別に、 特別会計の予算定員として、労働保険特別会計が9601人で、労働保険特別会計の予算定員が1281人、国家公務員採用総合職試験、国家公務員採用一般職試験、国家公務員採用一般職試験、労働基準監督官採用試験及び、食品衛生監視員採用試験の合格者の中から行われる。 一般職職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権の内葬儀権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国交法の規定する職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる。 2021年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数は、連合体7、単一対6、支部52となっている。組合員数は16,976人、組織率は61.4%となっている。この組織率は13府省庁2院の中では、農林水産省の次に大きい。全厚生職員労働組合。 全日本国立医療労働組合、全労働省労働組合、東京職業安定行政職員労働組合、大阪労働局職業安定行政職員労働組合、沖縄非現業国家公務員、労働組合労働支部、及び中央労働委員会事務局労働組合などが現存する。全厚生と全医労は厚生省労働組合共同会議を形成している。 また、以上に労組と全労働は国交労連に加盟している。中労医労組は中立系である。中央官庁で勤務する官僚は国会対応に追われ、連日の泊まり込みや過労死ラインを超える月150時間ほどの残業が状態化している。中でも、年金、保険、労働政策を所管する職員は、他省庁よりも残業時間が長く、強制労働省や、 厚労省などと揶揄されているが、一般職の国家公務員に対して、労働基準法や労働安全衛生法は拘束力がなく、厚労省の出先機関である労働基準監督署による立ち入り調査もない。近年では長時間労働を抑制する働き方改革に乗り出している。東京大学医科学研究所公共政策研究分野教授の武藤香織によれば、 新型コロナウイルス感染症の流行において、日本国政府の情報発信が遅れた理由として、厚労省のマンパワーが状態的に不足する中、各種の対応で職員の仕事量が許容量を超え、情報発信に手が回らなかったことが原因としている。一般職の幹部は以下の通りである。厚労省が執筆、編集する白書など、年次報告書には、 厚生労働白書、労働経済白書、海外情勢報告、働く女性の実情、母子家庭の母の就業の支援に関する年次報告、ものづくり基盤技術の振興施策がある。ものづくり白書は、ものづくり基盤技術振興基本法8条に基づき、国会に報告する、ものづくり基盤技術の振興施策を収録した、法定白書であり、経済産業省、 文部科学省とともに執筆している。広報誌には月間の厚生労働がある。2009年度までは厚生労働問題研究会が発行主体であったが2009年3月31日をもって解散したため2009年4月号からは中央法規出版が編集、発行元となった。さらに2012年4月号からは 日本医療企画が編集、発行元となる、全身の厚生省、労働省、両省の出身者を含む、ありがとうございます。